英語アートワークの安子です。クイーンズギャンビットからドラマ英会話、いいねマークと登録もお願いします。それでは参りましょう。What do you want, child? You should be in the chapel. What's that game called? 孤児院の地下室で用務員のおじさんのシャイベルに近づきます。 Let's play a game. I play white. この日からシャイベルとベスのチェスゲームが始まります。 You resign now. Resign? That's right, child. When you lose the queen that way. シャイベルが途中でリザインしろ、投了しなさい。リザインって何？クイーンをこんな風に取られたらリザインしなきゃいけないんだ。逆転不可能な時に負けることを認めるみたいです。You didn't tell me that in the rules. It's not a rule. It's sportsmanship. そんなルールを教えてくれてなかったじゃないの。これはルールじゃなくてスポーツ精神なんだぞ。こうしてベスはチェスがどんどん上達していきます。数年後にはベスが家庭に取られていきます。見送るシャイベルが寂しそうです。手を振るベス。幼女になったベスが学校に初めて行くと、ベスの服装がダサいって言って同級生からバカにされます。ベスの履いてる靴がかっこ悪いって言ってるんです。見たらこの子たちはかっこいいお揃いの靴を履いてます。 Dear Mr. Scheibel, There's a chess tournament here with a first prize of $100. でもベスの興味はチェスの方に向きます。地元のトーナメントに参加したいんですが参加費がないんです。シャイベルに手紙を書きます。 It costs $5 to enter and I don't have that. ベスの週のお小遣いが40セント5ドルは大金です。 If you will send me the money, I will pay you back $10 if I win any prize at all.5ドルを送ってくれたら倍にして返します。もちろん賞金が取れればの話です。 Are you sure you want to do this? I'm sure. We don't have a women's section. Are you sure you want to do this? 本当に参加したいの？女性のセクションはないんだよ。 Is it against any rule for me to be in the open? オープンに参加するのはルール違反なの？ Not exactly. In the open. They will eat you alive.初心者用のセクションとランキング別のセクションがあります。認定ランクもないベスはいきなりオープンに入ろうとします。 They will eat you alive. 食いつぶされるよ。 Is your match over? Yes, I won. 対局戦もう終わったの？そう、よかったんだよ。あんまり早いので思わず時計を見てます。 Jesus Christ, Harmon, you're humiliating my rook. そうしてタウンズとの対局です。やってくれるな、ハーモン君。僕のルークが屈辱的だよ。ベスはこのタンズ氏に最初から惹かれてます。He won't have to suffer much longer. もうそんなに長く苦しまなくていいわよ。ベスは見事にこの州大会で優勝します。なんとまだ14歳でした。You're playing my earlier games. What on earth for? 自分のやった対局を復習してるの。One on earth, four. One on earth. 連音です。つなげて発音してください。養分のアルマが一体何のためにやってんの？ Looking for weaknesses in my play. 私のプレイに弱点があったかどうか見てるの。When he brought out his rook, then took that pawn, I thought you were done for. 彼がルークを出して、あのポーンを取った時に、もう君がやられたと思ったんだよ。I should have known better. Yes, you should have.ベスの作戦に気がつくべきだったって言ってます。このハブの H はほとんど発音しないので Should と連音して Should have になりますよ。シンシナティ大会でも優勝するベスです。養母のアルマはベスのマネージャー役のような感じです。母と娘というよりももっと大人の関係の2人です。対局が終わってホテルに戻ってくるとアルマがロビーでピアノ演奏をしてました。So much for your stage fright. I play fine as long as it's for fun.
舞台で上がるって言って言っただけど、そうでもないじゃない。楽しみながらだったらちゃんとピアノが弾けるのよ。 Where shall we go? Any one of the new places you've been to? 夕飯はどこに行く？お母さんが最近行ったお店ならどこでも連れてって。 Mike and I tied the knot right after graduation. Not long after, we were blessed with this little one. 同窓生のマーガレットにパッタリ会いました。彼女は高校を卒業してすぐボーイフレンドと結婚したようです。間もなくしてこの女の子を授かったようです。 It must be exciting. It is. Being around all those boys is a real thrill. 男性にたくさん囲まれて心が躍るわ。思わず答えてしまうベスです。 You wanted to know what the boys were like if I dated any of them. その返事に戸惑うマーガレットです。高校生の時にマーガレットが聞いてたんです。チェスの大会で出会う青年たちはどんな感じ？その中の一人とデートしたことある？その時のことを思い出してそう答えたベスでした。 That seems, like a million years ago, doesn't it? それ、大昔の話みたい。 I should probably get my errands done for this one that's really fussy. そろそろ用事を済ませなくっちゃ。この子がグズグズし始める前に。 And the window of opportunity, as we like to say, slammed shut. 機械の窓、私たちが呼んでるのよ。この窓が閉まらないうちに用事を片付けなくっちゃ。乳母車の下にはお酒がいっぱい。多分マーガレットもアルマのようにキッチンドリンカーなんでしょうね。社会進出が限られてた専業主婦たちは身の置きどころがなかったんでしょう。幸せそうに見える結婚生活もいろいろあるもんです。 You should see the places they play in the Soviet Union. 前年の US オープンの対局で敗れた相手のベニー・ワッツと再会します。ベニーはソ連で対局した経験があります。このオハイオの大会に比べてソ連の対局会場は素晴らしいと言っています。かの有名なボビー・フィッシャーがこのベニーの実在モデルです。I'm planning on it. ソ連のその会場を見るつもりよ。You have to get past me first. I'm planning on that too. You have to get past me first. 僕を先に勝ち抜かないといけないよ。それも計画してるわ。So what do you do to that poor guy you played in the third round? He looked like he wanted to kill himself. 第三ラウンドのあのかわいそうな男にどんなプレイしたの？自殺したそうな顔になってたよ。Which poor guy are you talking about? そのかわいそうな人ってどっちの人かな？ベニーと対等にやり合うベスです。Nice to meet you. Actually, we met. You beat me the other day. はじめまして。実は僕対局したんだけど、先日負けたんだ。Me too. Rather badly, in fact. 僕もです。めちゃくちゃやられました。Sorry. そしてベスはこの大会でベニーを打ち負かして優勝します。 You know why they're the best players in the world? ソ連がなぜ世界一強いか分かってるかい？ They have the best suits. 一番いいスーツを着てるからでしょ。すっとぼけるベスです。でもこの後パリの大会でボルゴフに敗れてしまいます。シャイベルのお葬式の後でベスは孤児院に立ち寄りました。例の地下室へ行くと壁にはベスの記事がスクラップされていました。そしてベスが出した手紙まであります。二人で写った写真を撮ると悲しみがどっと押し寄せてきました。アルコールに溺れていたベスですが一気奮発してモスクワに及びます。 It's your game. Take it. ベスはボルゴフとの対局でついに勝利します。チェスの仲間たちもベニーのアパートで大喜びします。 Good for you, Krakow.孤児院で一緒だったジョリーンもベスのあだ名を呼びながら喜びます。The
president has invited you to the White House. There'll be a chessboard set up in the Oval Office, and of course a photo op of you kicking his ass. 空港に向かう車の中で、大統領がホワイトハウスに招待したと告げられます。オーバルオフィスで大統領とチェスの対局をして、もちろん大統領を打ち負かして記念撮影です。There's a dinner tonight after the reception at the Russian Chess Club in Georgetown. ジョージタウンのロシアのチェスクラブで晩餐会。A lot of prominent dissidents belong, so we've prepared a list of talking points.有力な反対勢派がたくさん所属しているので、政府の方で話題のポイントを準備しています。そのリストの紙を渡そうとするんですが、その車を突然降りてモスクワの街を散歩するベス。街でチェスをしている老人たちに囲まれ、その中の老人一人と対局するシーンで終わります。いかがでした？ネフリックのミニシリーズクイーンズギャンビットからお送りしました。本当によくできたドラマでしたね。主演の女優さんの演技もさることながら、やはりストーリーが本当に面白いです。ドラマの英会話、 TPO、 シチュエーション、感情、そして第6巻 Sixth Sense まで入ってきます。つまり 3D で学習できます。ドラマをどんどん見て生きた英語を覚えましょう。他のドラマ英会話もぜひ見てください。この動画が良かったらいいねマーク、そして登録もお願いします。コメントもお寄せください。それでは次の動画でお会いしましょう。